シュエングジジーンタッピンニュジーン、アラウンジールはパガン王朝の第四代の国王。父のソウユンは第二代国王僧侶の子で、母のシュエエンティは第三代国王チャンシッターの娘である。資料によっては、スイール、シュエングダーヤカーとも書かれる。彼の出生を喜んだ祖父のチャンシッターによって、誕生して間もなく王位の後継者に指名される。即位直後は、 パテイン、テノセリムで起きた反乱に悩まされ、1114年には王宮がハントに襲撃される。在位中の自責として、土呂法の統一と法に則った裁定を自ら下した行政面での貢献がビルマゴの王党氏で述べられている。彼がパガンに建築した仏陶寺院として、1131年に建立した、シュエグウジ,ージー寺院と1144年に建立した。 ハッピンニュ寺院の二つが現存する。1167年に、アラウンシールが病にかかると、王の代理人に任命されていたこのナラトゥーは宮廷を制圧し、病身の彼は、ナラトゥーによって、シュエグー寺院に移送された。彼が寺院で意識を取り戻すと、処罰を恐れたナラトゥーによって殺害された。ビルマシアのハーベイは、反乱が頻発した理由の一つとして、アラウンシールが、 しばしば宮廷を留守にしていたことを挙げている。彼は地方に仏塔を多く建て、マンダレーでは推理工事を行い、大東市には彼自らがカイロよりベンガル地方を訪れて、その地でアノーヤターが建立した仏像を発見した伝説が記されている。また、1115年に南章に施設を送り、その後物資の探索を目的として自ら軍を率いて、 難症に侵入したが発見には至らなかった。など、ありがとうございます。